新型コロナウイルスについて県と奈良市は今日新たに12人の感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認されたのは10代から80代までの男女合わせて12人ですこのうち奈良市在住の80代の女性1人が中等症で現在酸素投与を受けており他はいずれも軽症または無症状です 居住地別では奈良市が3人、生駒市が2人などとなっています。推定感染経路別では、陽性者との接触が3人、家庭内感染が1人で、他の8人はいずれも調査中です。県内の感染者の累計は3285人、現在の感染者の数は134人で、このうち重症は昨日から1人減って4人です。